今度は桜井君のピアノで。英子さんの独唱を弾かせていただきたいと思います。静子さん、僕も東京行くんです。具合よく同じ車に乗り合わせましたね。ねえ、伊東の方行きませんか？切符は僕が後で買い替えますから。いいえ、結構です。そうですか。じゃあちょっと声かけないですかね。ねえ静子さん、あなたが東京行くと聞いて僕は矢も盾もたまらなくなって追っかけてきたんですよ。あなたやっぱり井出君のところに行くんですか？僕はどう考えてもあんたを他の男に渡したくないんです。いや、どんなことあってもあんたを引き戻さに置かれないんです。男には意地っていうのもありますからね。それはできないこった。バカな男ですよ、僕も。今になってやっと諦めの決心がついたんですからね。僕は完全に振られた男だ。僕はそれでいいとします。しかしあなたを愛することは僕の自由ですからね。僕はあなたを熱愛する男として今後陰ながらあなたの幸福を祈らせてもらいます。万一あなたが不幸に陥った場合、いつでも助の手を差し伸べるつもりでおります。僕のこうした気持ち分かってくださいますか？ありがとうございますわ。いずれまたお世話になることがあるかもしれません。いや、そう皮肉に言わないでください。決して嘘じゃないんですから。僕本当にあなたを諦めましたからね。ですからせめて安心してこの汽車の中でも気持ちよく付き合ってくださいよね。ところであんたまだご飯前でしょ。じゃあ食堂行こうじゃありませんか？ありがとうございます。ね、じゃあ行きましょう。どうなんですか？子供がやってやったっていいじゃありませんか、ね、そして気持ちよくお別れしましょう、ね、ええ、じゃあ行きましょうよ、ね、
前豊里。どうしたんです？お宅までご一緒にお送りしましょう。嫌です。私もあなたなんか用はないのね。あなたのとこ連れてって。どうなすったんですおばさん。何、この人ちょっと誤解したんです。大変ないことになった。さあ、何ですったらあんまり世話やかせるもんじゃありません。あ、待ってください。あなたお嬢さんをどうかなすったんですか？いや別に。この人悪党よ。もうこんな人顔見るの嫌だわね。あなたのとこ連れてって。どういう事情か知りませんが、ともかくお嬢さんは僕がお預かりします。さあ、どうぞご随に。じゃあ、英子さん、さよなら。本当にどうなったんです？後で話すわ。それよりあなたどうしてここにいらっしゃるの？あの、人を迎えに来たんですけど。その方は？いないんです。きっと予定が変わったんですよ。ともかく出ましょう。ないですよ。とてもあなたなんかに我慢ならないところですよ。いいお部屋だわ。いや、何しろこんな風ですからお構いできませんよ。結構だわ。でさん、私をここに置いてくださんない？ここへ？いけないこと？でもお宅の方引っ越したばかりでしょ。うちはもう誰もいないのよ。女中は田舎へ帰るし、ばあやは暇とって行ってしまうし、お父様お亡くなりになったらみんな白状だわ。昔のこと忘れないで親切にしてくださるの本当にでさんだけよ。私あなたのこと忘れてたわ。それがいけなかったの。後悔してんのよ。堪忍してね、井出さん。ねえ、怒らないでよ。怒ってやしませんよ。嬉しいわ。じゃあここに置いてくださる？だって、そりゃ。井出さん、あんまり綺麗なお連れさんですっかり忘れちゃって、さっきお留守中にこれが来たんですよ。え？あ、ありがとう。上野駅まで大急ぎでやってくる。
なた？井出さん、いらっしゃいませんでしょうか。井出さん？井出さんにご用なの？何か井出さんにご用なの？お目にかかりたいんでございますが。今いないわ。ご用だって受けたまっておきますわ。あなた、どなた？弘前から参りましたと、そうおっしゃってくださいました。静子さん、どうしたんです？井出君はいなかったんですか？井出君のところに女がいたんでしょ？僕がわざわざあなたを待ってたのも、こんなことになりゃしないかと心配したからですよ。といって、決していい気味だなんて思ってないですよ。むしろあなたのために悲しんでるんです。失礼します。お待ちなさい。これからどうするつもりなんです？弘前帰りますか？こちらに知った方でもないんですか？困りましたね。とにかく今夜だけでもどっか落ち着く場所を見つけなければ。あ、ちょうどさらに僕の学生時代に下宿したうちがあるんですが。私、なんとかいたしますから。なんとかって一体どうするつもりなんです？あ、僕が持ってあげましょう。いつはなかなか重いや。しかし全くけしからん話ですね。はるばる訪ねていったあなたをこんな目に遭わせるなんて。奥さん、こんにちは。おや、金助さん、今日はもう学校は？お昼休みですよ。そう。まあ、お上がんなさいよ。おばさん、体の具合どうです？おかげで大変良くなってきたんですけどね。夜になるとどうも咳がね。ああ、それはいけませんね。何しろ静子姉さんいないと困りますね。静子ってばね、今日はやっと手紙が来ましたよ。姉さん、なんて言ってきたんですか？どうしてのかと思ったら、アバートじゃ具合が悪いんで、しんのすけさんと一緒に下宿屋へ変わったんですとさ。そうですか。何、嬉しそうな手紙だな。兄さんからは別に何とも言ってきませんか？ええ、新之助さんもいろいろと忙しいんだろうからね。いくら忙しいからったって随分ズボラだな。だけどこの手紙見て僕急に東京行きたくなっちゃったな。ねえ、おばさん、おばさんも行きたいでしょ？そりゃ行きたいけど、でもあの人たちもこれから先大変だから、まあまあ、時節を待ちましょうよ。のんきだな、おばさんは。僕は兄さんとこ手紙書いて頼んでみようかな。何を？東京で一緒に暮らした方が寄宿舎にいるより安上がりだ。ダメダメ、そんなこと、わがままなこと言っちゃいけませんよ。兄さんだってあんたを中学へやるためにはもう一生懸命なんだからね。待ちました。うん、何召し上がる？あ、コーヒーにしましょう。ボイさん、おコーヒー一つ。はい。じゃあこれお小遣い。いただいてもいいの？ええ、いいですとも。嬉しいわ。でもあなた困らしないこと？何、大丈夫ですよ。それっぽっち恥ずかしいんです。すいません。僕も何とかして今にうんとお金を儲けますよ。まあ、その間まで当分辛抱してください。
私だって遊んでないつもりよ。ねえ、なんか私が働けるようなお仕事ないかしら。せめて100円くらい取れるような。私もっと勉強したら音楽で立てないかしら。さあ、あなたサラリーいくら？200円？250円？まだ会社入って2年にしかならないんですよ。じゃあいくら取ってんの？あ、そんなことよりこれからどっか行きませんか？じゃあどっかでご飯食べて映画かスケート行きましょうか。ええ、結構ですね。井出さん、井出さん。どうしたの井出さん。みっともないじゃないの、急に逃げ出したりなんかして。いえ、なんでもないんですよ。そんなに怖いな、あの人が。悪かったね、私。あの人があなたを取っちゃったってわけね。いえ、そんな。でも、あの人だって男の人と一緒にいたし、お互いっ子だわ。卑怯なやつですね。僕は思いっきり罵倒してやろうと思った。とうとう逃げてしまった。全く見下げあったやつですね。あなたまだあの男のことが思い切りなんですか？あの男のために泣くんですか？誰が泣くもんですか？あの電報が来ておりますが。どうしたんです？母が帰宅なんです。え、それ大変だ。すぐに帰らなくちゃ。兄さんは魔が差したのよ。そんなはずじゃないんだけど。鈴子姉さん、僕これから東京行って兄さんに会ってきます。そして言ってやります。うんと言ってやんだ。でも、もうダメなの。私、諦めているんだから。だってそんなバカなことあるもんですか。僕は姉さんが兄さんと幸せに暮らしてるとばっかり思っていたんです。姉さんの手紙はみんな嘘だったんですね。ごめんなさいね。だって、他に書きようもなかったんですもの。じゃあ、姉さんは、東京であの人、あの今野っていう人と一緒にいたんですね。仕方がないじゃない。あの人そんなに信用していい人なのかな。前にあんなに嫌ってたじゃありませんか。悪い人じゃないと思うわ。あの人のおかげでお母さんに辛い思いさせずに済んだんだし、私もお母さんの前で辛い思いせずに済んだんですもん。でもね、金助さん、私、兄さんとはどうなっても金助さんとは今までと同じよ。ね、あんたはいつまでも私の弟よ。これから学校の方の費用なんか私が送ってあげることにするわ。学校なんかもうよすんだ。なぜ？僕はそんなにずうずうしくなれないよ。だって、もう少しだから。ね？ねえ、静子姉さん。僕、兄さんの代わりに謝ります。許してください。まあ、いやよ。そんなことしちゃ。ねえ、謝るなんて、そんな。ね？いいえ、謝らせてください。その代わり、お願いです。あの人との結婚はもう少し待ってください。あんなに好きだった姉さんを忘れるなんて、兄さんはきっと悪い奴に騙されてるんです。僕これから東京行って兄さんの目を覚まさせます。兄さんはきっと今に後悔します。
だからお願いです。あの人との結婚はもう少し待ってください。ね、姉さん。ね、姉さん。大丈夫。結婚なんて誰ともしやしないわ。私も諦めたって今言ったけど、それは嘘。諦めなんかしやしないわ。いつか兄さんがもう一度私に帰ってくると信じてるの。ずいぶん、一体どうしたんです？怒らないでよ。どう？帽子やこれ。靴もすごいでしょ？どうしたんです？買ったのよ。買った？ええ、お金拝借したの。だるいんです。ダメですよ。やたらにお金を借りたりなんかしちゃう。叱らないでよ。私、お金がないととても寂しいんですもの。私、あなたに悪いと思ったのよ。でも、とても親切に言ってくださるの。その人、どんな人なんです？女学校時代のお友達のお兄さんなのよ。私、おととい銀座でパッタリお友達に会ったの。そしてそのまま辺りのベストまで乗せちゃったのよ。しかし、意味なくお金なんか。私の境遇に同情してくださったのよ。そして急に生活が変わったから、ご不自由でしょうからお使いなさいって小切って帰ってくれたのよ。いくらです？1000円。あ、あなたにもお小遣いあげるわ。帰りませんよ。あら、どうして？だってあなただってお金ないんでしょ。英子さん、あなたのいるだけのお金はきっと僕が何とかします。だからそんなよく知らない人からお金なんか借りたりしないでください。残った分だけでもすぐ返してください。あなたまるで世間を知らないんだ。その男がどんな気持ちであなたにお金を出したか、あなたにはそれが分かんないんですか？どんな意味？いやだわ、井出さん。この人もおじいさんよ。私にだって、どんな気持ちかぐらいはわかるわ。いけません。それが女の好きなんです。意味もなく、千円なんて大金を。大金かしら。千円って言えば大金ですよ。あなたにはお金の価値がわかんないんですか？そうかしら。まあ、とにかく、すぐ返してください。私返すわ。でも、いろんなもの買っちゃったわ。使った分は、僕がいずれきっと何とかします。だから、残った分だけでもすぐ返してください。まあ一つ。はい。あ、ねえ、井出君、病気だというのは国のお父さんじゃないだろう。女だろう。君は正直だね。うん、すいません、つい言いにくかったもんで。なーに、詫びることはないさ。女のために苦労することは男として当然のことだよ。だが残念なことに僕にも金がないんだよな。しかしね、井出君、どうしても金がいるんだったら少し相談があるんだがね。は？実はこれは君にだけに打ち明ける話だが、僕も今にっちもさっちもいかない状態にあるんだ。といえば、まあお察しもつくだろうが、例の道楽の株に失敗してね。それで実はある方法で会社の金を一時利用しようと思ってるんだが、君にしては買ってもらえないだろうか。え？いや、
君が一役務めてくれれば千や二千の金は君の方へ回してあげてもいいと思うんだ。いや、もちろんこれはいいことじゃないよ。それは十分分かってる。君にもあまり勧めたくはないんだが、ただ君も非常に金に困ってるらしいし、僕の方ももう一勝負うまくいけばみんな返してしまえるし、いや、またその自信が僕には十分あるんでね。無論どっち転んだって一切の責任は僕は負う。君の名の出るようなヘマはしやしないし、君の迷惑になるようなことは絶対にない。どうだね、相談に乗ってくれないかね。無論君が反対なら僕だって潔く諦めるがね。しかし自信がなきゃこんなこと言い出しはしないよ。僕だって自分の身が大事だからね。まあ、いっぱい行こう。案外気が小さいんだね、君も。女に嫌われるよ。かかったでしょ。あんまり無理しちゃいけないわ。え、いや、無理なんかしやしませんよ。いてさ、私本当にすまないと思うの。しみじみありがたいと思うわ。あなたがなかったら私どうなってたんでしょう。そんなバカなこと言うもんじゃありませんよ。いえ、本当こっち来てから毎日そんなことばかり考えてたわ。東京で働いてるあなたにすまないと思ったわ。そんな話はよしましょうよ。え、じゃあよすわ。その代わり私東京帰ったら一生懸命働くわ。何かお仕事見つけてね。なんでそんなこと考えなくたっていいんですよ。私には働けないっていうの。いえ、別にそういうわけじゃないんですけど、何しろあなたはお嬢さんですからね。そうかしら。私あなたと共稼ぎしようかと思ってたんだけど。共稼ぎ。夫婦して働くの共稼ぎって言うんでしょ。夫婦して。あら、伊勢さん、あなた私と結婚してくださるんじゃなかったの。私そのつもりでいたんだけど。じゃあ僕と結婚してくださるんですか。あなたそのつもりじゃなかったの。英子さん、それ本気でおっしゃってるんですか。いけないの。いけないなんて。ね、結婚してちょうだいね。どこかに小さい家を借りて、お国の方にいるあなたの弟さん呼び寄せて楽しく暮らしましょうね。どうしたの。え、何か心配事があるの。いや、どうもしやしませんよ。でもとても顔色が悪いわ。何、別に何でもありませんよ。ならいいけど。じゃあそろそろ帰りましょうか。体に触るといけないから。大丈夫よ、もっとここにいてよ。そうですか。ねえ、でさ、私今までいけないバカな女だったわね。でもこれからいい子になるわ。私人間の幸せってものがどこにあるかこの頃になってやっと分かりかけてきたの。でもまだなんだか危なっかしいところがあるのよ。何かあったんですか。
会計課長の家から引っ張られたんだそうだ。え、あんな実直そうな人がね、謝罪した見かけによらないもんだよ。あんないもんですよ、本当に。金助だったのか。どうしたんです兄さん、そんな青い顔して酔ってるんですか。お前出てきたのか。いつ出てきたんだ。10日ほど前です。学校はどうしたんだ。学校なんか酔いしちまいました。でどこで働いてんだ。新聞社で働いてます。そうか、すまない。僕なんかどうなったっていいんですよ。それより静子姉さんが。静子さんにもすまないんだ。俺はもう誰にも顔を合わせることはできない。僕だって兄さんの顔なんか見たくないんだ。だからアパートの前まで何度も行ったけれども帰ってきちまったんだ。でも会えばやっぱり来たくなる。兄さんは一体何をしてたんだい。すまない、すまない。兄さんのような人にもすまないなんて気持ちがあるのか。僕にじゃないですよ、静子姉さんや死んだおばさんにですよ。おばさんが死んだ。おばさんは死んだんだ。兄さんそれ知らなかったのか。静子さんのお母さん死んだのか。何言ってんだい。何もかも詳しく知らせてやったのに兄さん僕の手紙読まなかったのか。バカバカバカ。僕のとこへ来てください、来てください。金助さんいて。あ、姉さん、こんばんは。どうしたの、そんなに興奮して。兄さんが来たんです。新之助さんが。いつ。たった今帰ったばっかりです。私会いたかったわ。じゃあ姉さんは許してくれるんですか。許すの許さないのって。それで新之助さんお元気だった。苦しんでるようでした。私のこと何かおっしゃった。姉さんには会う資格がない、新之助は死んでしまったと伝えてくれと言ってました。そして。そして僕にはお前の兄も死んでしまったと思えて。金助さん、兄さんとこ行きましょうよ。え、行ってくれますか。え、新之助ってのはこの男だな。ちょっと署まで来てもらいたい。
井出さんいますか。あ、井出さんたった今警察の方へ連れられてきました。え、警察。え、失礼ですが、井出慎之助さんはあなたじゃございませんですか。はあ、そうですけど。じゃあ、どうぞお乗りくださいまして。お住まいの方へご案内いたします。住まい？誰のです？あなた様の。僕の？はい。一体あなたはどなたからのお使いなんです？どなたか存じませんが、お名前はおっしゃいませんでした。どんな方でしたでしょう。若いご婦人の方で。ああ、そうですか。さあ、どうぞ、どうぞ。どうぞ。ここがあなたのお部屋でございます。これもその女の方が運んでくださったんですか。さようで、しばらくここでご静養なさいますようにとのお言葉でございました。それに、部屋代も賄いの方も頂戴しておりますから、決してご心配のないように。は、それから少々ばかりでございますが、お小遣いなすってくださいますようにお預かりしてございましたから。これでやっと私どもの頼まれましたようも済んだというわけで、どうぞゆっくり落ち着いてご静養を願います。どうぞご用がございましたら、どうぞご遠慮なく。じゃあ失礼いたします。ちょっと、本当にその女の方の名前ご存じないんですか。東条英子っていう方じゃありませんか。何ともおっしゃっておられませんでございましたが。でも大体お心当たりはおありになるんでしょ。そのうちにお見えになりますから、ご心配なくお待ちなさいますよ。失礼します。この間中はいろいろとありがとうございました。いいえ。いらっしゃるでしょうか。たった今お出かけになったばかしなんですよ。そんなことをしてらずにお上がりになったらいかがです。
賑やかなようですね。ええ、社の人たちよ。江島さんだの、佐竹さんだの。今誰か訪ねてきたでしょ。あれは一体どういう人なんです？どういう人って？何しに来たんです？知らないわ、会わなかったから。会わなかった？ええ、会う必要なんかないんですもん。いやよ、桜井さん変な顔して。どうしてそんな変なことをおっしゃるの？いや、僕はずっと以前、あの男があなたの家庭教師をしている時から、あの男のことがなんとなく気になってた。あれからあの人をどうしてたんです？知りませんわ、そんなこと。なんでもない人なんですもの。いや、あの人は確かにあなたを愛してるんです。僕の直感に間違いはないです。まあ、バカバカしい。あなたまでどうかしてんのね。じゃあ何しに来たんです？小遣いでもらいたかったんでしょ。グレてるらしいから、ね、もうその変なお話しっこなしね。どっかに遊びに行きましょうよ、まだ早いから。嫌な人、深刻な顔して。僕はあなたをレコード歌手にすることに努力してきたが、あなたのこの頃の行動を見ているとハラハラするんです。僕はあなたにはもう責任は持てません。あなた自身少し考えて行動しないと。あなたは歌手としてよりも人間として、女として、もう世の中には立てなくなりますよ。待ってらしたんですけど、今お帰りになったとこなんですよ。誰が来たんですか？お待ちかねのお客様ですよ。若い綺麗な。2階に手紙を置いてありますよ。そうですか。新之助様、事情があって
姿を隠さねばならないことになりましたので、せめてお別れの一目とも思い、またその後のご様子も気になるまま思い切ってお尋ねいたしましたが、あいにくお留守で残念でございます。何もかも思いがけない成り行き、何とも申し上げようがありません。去年の暮れ上京しまして以来、まるで夢の中をさまよう思いで、我を我とも覚えぬような日を過ごしてまいりました。あんまりななされ方とお恨みもいたしましたが、いずれ弱からぬは亡き人の心、あなたのような純真の方がこの度のようなことになるまでには、さず数々のお悩みもあったこととお察し申し上げれば、恨みも忘れてただただ悲しゅうございます。でももう過ぎ去ったことです。新之助様、どうか過去のことはきれいに忘れて新しい生活を始めてくださいませ。あくまでも力強く公正の歩みを踏み出してくださいませ。そして金助さんのために昔のようないい兄さんになってあげてください。これが静子の心からのお願いなのでございます。今日東京を離れればいつまたお目にかかれるや、残念でございますが、これも神様のおしめしと思いおいとまいたします。兄さん、金助か。兄さん、僕はね、絶対に兄さんなんかにもう会わないつもりだったんだ。もう出てくる自分だとは思ってたけれど、こんなところにいるなんてさっき静子さんの手紙を見て初めて知ったんだ。仕事から帰ると静子さんの手紙が置いてあって、兄さんのことが書いてあった。金助、俺を静子さんのとこ連れてってくれ。何しに行くんです。金助、俺はやっと目が覚めた。静子さんに謝らなければならない。お前にも謝る。許してくれ。俺は今こそ心が心から後悔した。あいつはどうしたんだ。兄さんをこんなにしまった女は、あいつにはまだ会わないのかい。いや、もうあんな女は何でもないんだ。何でもないんだ。本当にそうですか。本当にそういう気持ちになってくれたんですか。違う、きっと違う。俺は必ず元の井出新之助に生まれ帰ってみせる。それが本当なら僕はどんなに嬉しいか知りません。金助、連れてってくれ。静子さんは東京にいなくなるかもしれない。何か事情があるらしいんだ。行きましょう。兄さん、この家だ。ごめんください。はい、あの静子さんいらっしゃいますか。どうやって覚めてらっしゃいます。あの身寄りのもんなんですけど。あの方でしたら、さっきお立ちでございますが。え、立っちゃったんですか。ええ。いよいよない人もわかるかね。泣いてんの。もうよしよ、散々泣いたじゃないの。私ねえ、やっぱり泣いてみれば井出さんって人に会えるっていうの。でもこのまま別れて、もし一生会えなかったら。トリコさん、私やっぱり
おい、新宿まで。お、君は出てくるのお父さんじゃないか。そうですよ。じゃあ知ってたろ、静香はどこにいるか。そんなこと知りませんよ。いや、知らないとないはずだ。静香は兄さんと一緒にいるんだろ。ねえ、君、正直に教えてくれたまえ。僕はもう二つも探したりって言うんだぜ。知らないものは知りませんよ。じゃあ、君の兄貴はどこにいるんだ。もう刑務所を出ることは出てきたんだろ。僕と一緒にいます。だからさ、どこにいるか聞いてるんだよ。そんなことを教える義務はありませんよ。何？どうしても知りたかったら車のナンバーでも見て調べてるだろう。どうしたんだ。あ、すみません、ちょっと。どうしたんだ。来たんだぜ。あ、乗り遅れたらどうすんだ。あ、すみません。渋谷まで。え、どうぞ。井出金助さんってあなたなの？あ、じゃああなた新之助さんの弟さんね。え、ちょっと止めて。ねえ、しんのすけさん今どうしてらっしゃるの？あなたは一体どなたなんです？私？私、伊勢さんのよくご存知のものよ。あなたですね、東条英子さんっていうのは。ええ、ねえ、伊勢さんどうしてらっしゃる？どうしていようとあなたに何の関係があるんです？怒ってらっしゃるのね。それは怒られても仕方がないけど、でもどうしてらっしゃるかそれだけ教えてちょうだい。いろいろお詫びしたいと思ってんの。お詫びだって？お詫びなんて人間の言う言葉なんだ。畜生の言う言葉じゃないんだ。まあひどい。何がひどいんだ。降りろ降りろ降りろったら降りろ。てめえなんか乗したら車が怪我るわ。待って、ねえ、お願い、どこにいらっしゃるかそれだけでも教えてちょうだい。兄貴は死んだよ。ねえ、本当のこと言って、本当のこと教えてちょうだい。本当だ。どっかの女に騙されて赤い着物まで着せられてよ、後悔して自殺しちゃったんだ。自殺？そうだ、それだけ聞いたらもう用はないだろう。東条さんじゃありませんか。まあ、大江さん。どうなすったの？ねえ、英子さん。私、本当に一度お目にかかって、ご忠告しようと思ってたのよ。この頃のあなたのしてらっしゃること、時々耳にするわ。堕落したわね。こんなこと言うと失礼でしょうけど、あなたご自分のなさったことを考えてみたことある？あなたはお金持ちのうちに生まれて、お金を中心として生活してらしたから、お父さんがああなって、お金っていうものに見放されてみると、自分だけでは生きていけなくて、つい人を頼りになさることも無理はないと思うわ。でもそれは正しいことでしょうかしら。あなたは真からの悪い人なら人を操ることもできるでしょうけど、やはり純情なところがあるので、頼られた人は一生懸命になりますわ。そのために人に迷惑をかけたり、人に過ちをさせたりしているのよ。そうしてあなた自身にも
心に恥ずかしいような結果になってしまうのよ。どんなに困っても正しい生き方ってあるんじゃない？弟さんにお会いしましたのよ。それでやっとここを調べて。でもよかったわ、お元気でいてくだすって。帰ってください。僕はあなたから何も聞きたくないんです。僕はあなたに用のない人間なんです。ない、許して。私後悔してんのよ、ね、堪忍して。本当に悪い女だったわね。本当に悪かったと思って死ぬほど後悔してんのよ。僕も後悔してるんです。私悪かったわ、悪い夢に疲れてたんだわ。僕も悪い夢に疲れていたんです。私心からお詫びしてんの。私今度こそいい女になるから許してね。歌いなんかやめてしまったの。おだてられて身の程も知らないで本当にバカだったわね。今度こそ丸変わるから許すと一言おっしゃって。今さらこんなこと言うのは勝手すぎるわ。それはいくら私がバカな人間でも分かってます。でも井出さん、私本当に心から後悔してんの。英子さん、もう何もかも過ぎ去ったことなんです。あなたを恨んだり怒ったりした伊手新之助はもう死んでしまったんです。だから何もおっしゃらないでお帰りになってください。帰ります、帰りますから一言許すと言ってちょうだい、ね、お願い、そう言ってちょうだい。許すなんて、僕自身許しを求めてる人間なんです。あなたを許す資格なんか僕にはありません。あなたの罪は同時に僕の罪です。僕とあなたとは同罪だ。だから僕が許されるときに初めてあなたも許されるんです。あなたの罪って、あなたはもうその償いをなすったんじゃありませんの。僕の償いを得たのは法律上の罪だけです。お分かりになりませんか。僕は一人の女の人の一生涯をめちゃめちゃにしてしまったんです。僕を愛し、僕一人を頼りにしていたその人を裏切ってしまったんです。しかしその人は僕を恨みのせいで女としてのできるだけの愛情を尽くしてくれました。僕はそれを考えると。今どうしていらっしゃいますの。わかりません。いろいろと探したんですけどどうしてもわからないんです。みんな私が悪かったわ。その人が許してくれると言ったときにあなたも一緒に許されるんです。わかりました。私も自分の罪を許されるためにあの方を探します。東条さん、何かお仕事ありましたか。ええ、今日は心当たりが一つありますの。そうですか。うまくお仕事ありますように、私もどっかで聞いてみましょう。どうぞ。おじさん。え？こちらいつ越してらしたの？昨日越してたんですよ。どっかの女給さんとかで。そう？
は随分姉さんを探してたんだ。毎日毎日探してたんです。怒ってんの？ごめんなさいね。うん、怒ってんじゃないんだ、嬉しいんです。そんなに探していてくださったの？ねえ姉さん、兄さんに会ってください。これから行って会ってやってください。でなきゃ僕が呼んできてもいいんです。兄さんは本当に心から後悔しています。お体丈夫でいらして？ええ、丈夫です。そうね、だから許してやってください。もうすっかり生まれ変わっています。すっかりもう元の兄さんに帰っています。よかったわね、嬉しいわね。だからどうぞ兄さんを許して元のようになってやってください。元のよう。兄さんは合わせる顔がないと言っています。なんてバカな兄貴だと今考えても腹が立ちます。でも今はもう夢から覚めて、もうすっかり元の兄さんに帰っていますから。しんのすけさんは元通りにおなりになっても、私はもう元通りにはなれないの。なぜですか？私が今どんな生活をしているか、金助さんにも大抵察しがつくでしょう。仕事のことですか？じゃあどんなことなんです？もう何も聞かないでちょうだい。私何もかもんだと思ってるの。そして諦めてるんだから。諦める？ええ、諦めてんの。やっと何もかも良くなる時が来たんじゃありませんか？まだ来ないのよ。どうしてです？いつまで経っても来そうもないわ。なぜ来ないんです？わかった、姉さんはやっぱり兄さんを許すことができないんだね。そうじゃないのよ金助さん、私も怒っても恨んでもいやしないわ。だって怒っても恨んでもいないもんなら。金助さん、私はね、私はね、一人で自由になる体じゃないのよ。じゃあ結婚でもしたんですか？そうじゃないけど。じゃあ今度のやつに捕まったんですね。ね、そうでしょ？でもやっぱりこれが私の運命だと思うの。それに考えてみれば、あの人には随分お金を出してもらったり、世話にもなったんだし。じゃあ姉さん、お金のために？そう言ってしまえばそれまでだけど、いろいろ口に言えないわけがあるのよ。じゃあ姉さんはそれで幸せなんですね。幸せだなんてそんな。だったら今度ってなんか追っ払っちまえじゃありませんか。金は金で別問題じゃありませんか。そりゃそうだけど。だけどどうなんです？そんなに苦しめないで。お願いだからもう何も言わないで帰ってちょうだい。そして新之助さんにはただ幸福を祈ってますって伝えてきよう。突然ですけど、私覚えてらっしゃいます？私ですの。新之助さんをめちゃめちゃにし、あなたをこんな目に遭わせた女は。ごめんなさい、今さらお詫びして許されようなんてこと思ってませんけど、ただ一言申し上げたいと思いまして。どうかやけお越しにならないでください。私失礼だと思ったんですけど、金助さんとの今のお話伺いました。新之助さん今懺悔の生活を送ってらっしゃいますわ。でも本当にあの方を救うことのできる人はあなただけですわ。ですからあの方のために勇気を出しにならなきゃいけません。勇気って？負けないことですわ。決して絶望しないことです。私のようなだらしのない女でさえ生まれ変わろうとする勇気があるんですの。ましてあなたのような強い方が。
客様が？お隣にいますの。あ。おい、支度ができてんだら失礼して出かけようじゃないか。私あなたに少しお話があるんですけど。僕にですか？ええ。どんなお話なんです？あの、静子さんを自由にしてあげていただきたいんですけど。自由に？ええ。一体あなたは誰なんです？たった今お知り合いになったばかりのお友達ですわ。いくらあなたが静子さんを愛していらっしゃるにしてもですわ、あなたを愛してもいない人を無理に引っ張りましたってつまんないじゃありませんの。そんなの男として醜態じゃありません。何もあなたに関係ないことですよ。とにかくこの女には相当な金を使ってるんですからね。じゃああなたはこの人を利用してお金が欲しいのね。昔馴染みでこの際助けてもらおうと思ってたからですよ。おい、最高、先方に余ってるんだ。待ってちょうだい。いくらあればよろしいの？いくら？あんたが金でも出してくれるって言うんですか？いくらいるんですの？差し当たって1500円ばかりなんですからね。じゃあ1500円あればきっと今後静子さんを自由になさるってお約束なさる？お約束なさるわね。そりゃまあ。いいわ。おい、早く支度しろよ。2000円。いけませんわ、そんなことなすっちゃ。いいんですのよ、ある男が手切れ金のつもりで送ってよこしたお金ですから。でもあなたにそんな。大丈夫よね、それでいいんでしょ。じゃあ男らしく誓ってくださるわね。生意気なこと言うようですけど、あなたもまだまだこれからですわ。つまんないことにいつまでもつまずいたりこだわったりしてないで、生まれ変わった気持ちで真面目におやりになる方がいいと思いますわ。いや、僕だって今までは反省もしましたし分かってもいたんです。何しろうちの方がダメになってどうにも仕方がなくなったもんですから。それに一つは男の意地もありましてね。わかりますわ。でも男の意地ってもっと大きなことで使うもんじゃありません？そうでしょ、誰だって正しい生き方をした方がいい気持ちですわ。そうしてくださればそのお金だって行きますわ。静子、前にもいろいろ嫌な思いをされたな。僕も男だ、誓って二度と会うようなことはしないから。ありがとう、分かってくださって本当に嬉しいわ。から悪い人じゃないんですのね。何かの拍子で意地になっただけ。でも私、出過ぎた真似をして許してくださる？許すなんて。敵から情けを受けたようで不愉快かもしれませんけど、万分の一でも罪滅ぼしがしたかったんですの。分かってくださいますわね。罪なんてあなたに何の罪もありませんわ。新之助さんがあなたを好きだったのなら仕方のないことなんですもん。いいえ、私が悪かったの。でも、もうこんなこと言い合うのはよしましょうね。今私、あの人に言ったでしょ。何もかもこれからだって。あれは私自身に言い聞かせる言葉だったんですよ。私、今までいけない女だったけど、今度こそ生まれ変わってみせますわ。ね。だからあなたも生まれ変わって幸福になってくださいね。そうでないと私一生幸せになれませんわ。すみません、私あなたを恨みして。それが当たり前ですわ。私あなたにお会いしたらできるだけ恨みを言いたいと思っていましたの。なのにあなたはこんな言い方なんですもん。静子さん、行きましょう、新之助さんのとこへ。
に